どうも。ということでね。はい、どうも。まあ今日ちょっとね、配信遅れちゃいましたけど。いやー、あれ、音出てるでしょ。音出てますよね。無料のと思う。あれ、出てない。自分で確認するか。出てますよね。いや、自分で自分の配信確認するわ。自分で自分の配信確認するわ。聞こえてんじゃねえか。ということでね、今日はちょっと配信遅れちゃった。もうきついよ、毎日配信するのも。ほんときつい。マジで。毎日もう ネタもなしに枠つけるのほんときつい。もう暑いから、とりあえずエアコン強くする。いや、ほんとつらいっすよ。ちょっと取りってきていいっすか。取りってば。よいしょ。牛乳ついできたわ。牛乳とかさ、俺ずっと飲んでなかった時期あるんだけど、久々に飲むとすごい美味しいですよね。最近結構飲んでるけど、一時全然牛乳とか飲まない時期あった。マジで10年ぐらいまともに飲んだことないんじゃないのかなってくらい。10年くらい多分まともに飲んでないな時ありましたよ。昔はね、学校の給食で毎日と言ってるほど飲んでましたもん。学校終わってからも全然飲まないっすよね。もうもちろん中にはね、一人一人、その食生活とかね、みんながみんな一緒じゃないから、結構定期的に牛乳ずっと飲んでる、飲み続けてる人もいるんだろうけど。無料のどうも。
いや、牛乳うまいっすね、ほんとにね。牛乳うまいっす。はい。瓶だとなお美味しい。あ、まあ確かにね。いや、森の YouTube ライブとかどうでも、全くもう見てない。ずっと見るとか言ったけど、あまりにもつまらなすぎて見てないわ。まあてか、ずっと見てたって、俺見たってたってぶっちゃけさ、そんなのリアルタイムで見てないから。リアルタイムでほんとチラッと閲覧確認しただけで、まともに見てないし、アーカイブも飛ばし飛ばしで2、3分ぐらいしか見てない。しかも飛ばし飛ばしだからまともに見てないっていう。そんなもんですよ。暑いね。てか、ほんと日々暑いっすよ、マジで。日々暑い。日々暑いっす。いやー、なんかいいことないっすかね、ほんと。そういえば、ピザのやつ、全然食ってねえな、600円なのに。600円なのに、ピザの全然食ってないっすわ。あ、あと、これこれさんの枠でなんか、やってた、ほら、無料のやつ。あれ行った人います？ 俺結局行ってねえけどさ。知ってる？これこれさんの枠でやってた、ガチで無料のやつ。飲み食いただのとこなんですよ。これガチっすよ。8月いっぱいまで、8月確か8日ぐらいから、8月いっぱいまで、なんと飲み食いガチで全部ただっていう。それ利益出んだ。イベントみたいなもんだよね。キャンペーンみたいな。まあ、ざっくり説明すると、なんかツイッターのリツイートが1万以上超えたら、飲み食いタダにしますよっていう、居酒屋のキャンペーンみたいなのやってて。で、それ、以前もなんか2万人でやったんだけど、2万人でやったら400人しかリツイート来なくて、で、それ、これこれさんの枠でそれを取り上げたんですよ。なんか、これリスが、これリスとか言うやつ。これリスが、これたん、なんか俺ね、あ、まあ男だったんだけど、これたん、このお腹空いて僕ね、お金なくて食べれないからとかで、ここのなんかお店が、リツイート1万超えたら、なんか飲み食いただらしいから、そうしたら、なんとか生き延びれるから、これリツイートしてとかっていう、なんかそういう、これこれさんにね、これリスがね、やったんですよ。そういう連絡を配信中に、連絡ってやったらコメントでだと思うんですけど、やったら、DM だったのかな、よくわかんないけど。そしたらそれをこれこれさんが取り上げて、で、リツイートが1万超えたっていう。だから、ガチでただみたいですよ。8月8日から8月いっぱいまで。だから1日1時間、1日1時間限定なのか、1人1時間なのかわかんないけど、そう。なんか条件はあるんだけど、あとそのお店のツイッターをフォローすること、あと、リツイートもすることかな。あとは、そのお店の、LINE 登録すること。まあ、これ全部無料でできるんで、しかも超簡単に。超簡単で数分でできるじゃないですか。これも、しかも一切お金かかんない。有料会員とかじゃないんで、お金かかんないんで、それだけで、あれになるっていう。これ多分見てるんだ。いや、見てないっすよ、普段。普段ほとんど見てないっすけど、なんでその枠見たかっていうと、YouTube ライブのそのアーカイブだったんですけど、それが YouTube 残ってて、で、サムネがですね、なんかTikTok ライブで釣り配信をしてるやつ、俺がほら前ちょっと話したじゃないですか、枠で。なんかこう、ストーカーが来たとかっていう、なんかどん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 なんかこう玄関、あ、ピンポンか、ピンポンピンポンやられてる、なんか玄関でピンポンピンポンやられて、手がなんかこう、なんかこう入ってきてるようなやつっていうか、でも入ってこないみたいな、ストーカーにこう追われてるみたいなやつが、ずっと連日連夜やってるやつがいるんですよ。
TikTok で。そう。で、それのサムネで、それのサムネと、あと、みどりさんかな？みどりさんのなんかこう、サムネがあったんで、そう。なんか、それにちょっと釣られて、あ、見てみようと思って。で、その中の枠で、それやってたっていう。さっき言ったその1万リツイートのやつね。なんて店？これこれさんの枠見ればわかるよ。これこれさんの何日前？まだ1週間経ってないと思うんですけど、これこれさんの YouTube チャンネルの、YouTube のアーカイブに残ってます。1週間以内ぐらいの動画。確かみどりさんの顔だった気がするな、サムネ。で、ちょっとなんかその動画を、なんかこう、なんていうの？パソコンだと、こう、なんていうの？パソコンでこう、こうなんだ、マウスをそこに、そのサムネに載せると確かその、出てくるんですよ。その、さっき言ったなんかストーカーのやつとか確か。違ったかな。あ、違う違う。普通のサムネ出てるわ。普通のサムネで、みどりさんのサムネと、あとストーカーのサムネと、あともう一人なんかのが出てるけど。5日前のやつですね。これこれチャンネルの、一番新しい動画の1個前のやつですね。5日前に配信済みのやつ。まあ、これ YouTube ライブのアーカイブだと思うんですけど。この動画見れば、中には店名とか出てきますよ。まあ、2時間ちょっとの動画なんですけど、まあ、ちょっと飛ばしで見れば、なんていうの、言ってるんで。まあ、てな感じでね。てな感じでね。あんま話すことないっすけどね。どうしたらいいっすかね。本当に。マジで。どうしましょうかね、マジで。どうしましょうか。なんかやることないかな。なんかやることないっすかね。どうしますか、これ。
仮想通貨波がない。まあそりゃそうでしょ。あれっすよ、すごいっすよ。なんか仮想通貨ね、まあ、タイタンとか、ね、いろんな通貨だけど、すごい暴落した通貨とかある。まあ、俺が持ってるルナコインとかもすごいんですけど、一番確か暴落したやつだと24分の1になったらしいからね。あ、違う、24分の1じゃねえ、24億分の1。やばくないですか？価値が24億分の1になった仮想通貨あるらしいよ。一番ピークの一番高かったとこからドカンって一番落ちたところで24億分の1になったらしい、価値が。っていうことはどういうことかっていうと、もしその仮想通貨をど天井のところで24億分買ってたとしても、下がった時に24億が1円になってるっていう、ね。まあ実際は24億も買ったらその値動きとかも変わってたかもしれないと思うので、まああれだけど、まあ一応基準としてね。やばくないですか？24億が1億になるっていうレベルですよ。それってでもあれですよね。ショートとかできてたら、純粋にね、やばいっすよね。ショートできてたらやばいよね。だから24億のところでショートしてて、下がったら、あ、一番てっぺんで24億円分ショートしてたら、24億儲かったってこと？ どん底で売れたらの話。あ、か、どん底で買い戻せたらだけど。すごいっすよね。いやー。なんでいつもこの時間にラジオやる？特に意味はないっすけど。あ、病院行ってないっすね、結局。いや、俺本当に行こうかなとか思うんだけど、結局行かないんだよ。20億が1億じゃない。24億が1円です。24億分の1になった通貨が、名前なんて言うんだっけな。24億分の1になった通貨がの価値がね。つまり、ど天井の一番高いところで24億円分そのコインを買ってた場合、1円になったんですよ、24億が。やばい話でしょ。24億が1円ってやばいでしょ。まあ、俺が持ってるルナコインも相当やばいけどね。俺が持ってるルナコインだって、もともとの価値は、1ルナ、だいたい1万5千円ぐらいの価値があったんですよ。1ルナ、だいたいピークで一番高かったとこで1万5千円ぐらいの価値があったのが、今0.01いくらとかですかね。今0ってあの、1万5千円の価値があったのが、今0.01いくらとかです。ね、タイタンとか、あとスピンドルとかね、価値が暴落したやつ。スピンドル、ガクトコインってちょっと有名ですけど、ガクトがなんか有名人が、なんかこうインフルエンサーが買い煽りして、クソほど下がったっていう。で、なんかね、そうやってほら、まあ、要するに発信力がある人が買い煽りするって、これあんまよろしくないんですよ。まあ、株とかで、まあ、その株価そうか、値段の操作ができちゃったりするから、株とかではそういうのって違法になってるじゃないですか。株だとそういうのって違法なんですけど、仮想通貨ってまだそういう法律が完備されてないので、株と同じようなことなのに、なんだ、そうやってなんかこう、有名な人とかが特にこうなんかね、こう上がる下がるとか言ったら、そうそう、インサイダーっていうか株価操作ですかね。でもね、仮想通貨はそれがまだ法完備されてないので、なんと、
それをやっても大丈夫っていう。ただ、そんなことをやったらすげえ叩かれるけどね、それで下がったら。まあ、ガクトとかそうだったけど。まあ、インサイダーとはちょっと若干違うんですかね。若干というか違うんですね。インサイダーってのは要するに、なんかこう、内部の人間、株を買っちゃいけないような内部の人間たちが、自分たちが、そのなんかその、まあ、例えばなんかの銘柄が上がる情報を得てて、で、それをなんかこう、身内だけでこう買ってるみたいな。上がる前に買って、で、情報出して、で、それでなんかこう、なんか買って売り抜けちゃうみたいな。まあ、要するに内部情報的な、まあ、要するにあれですよね。なんだろう。まあ、競馬とかで言ったら、その騎手たちが、自分たちの出るレースで騎手たちがもうなんか自分のたちのレースの馬券かみたいなもんですか。まあ、要するに一般の市場参加者が不利になるわけじゃん。その分。だからそういうのはね、規制されてるんですけどね、法律で。フローズンカクテルとか美味しそうやね。これ無料アイテムだけどさ、フローズンカクテルってめちゃめちゃうまそう。飲みたいな。俺前もさ、あれなんですよ。なんかこの、ふわっちの無料アイテムで飲みたくなったやつは、チーズティーってのがあって、昔あったんですよ。なんか無料アイテムでチーズティーっていうのが。一瞬だったけど。延長、3個集まったら、なんか延長チケットもらえるみたいな。で、チーズティーってあって、何チーズティーって言って、世の中に存在するのチーズティーって言って、で、ググったら、チーズティーのお店がいっぱい出てき、いっぱいじゃないけど出てきて、あ、世の中にチーズティーなんてあるのめっちゃうまそうや、飲みたいって思って、飲み行ったらクソうまかったっていうね。そんなことがありました。プツル、マジっすか。マジか。なんか最近ふわってプツりまくるらしいんですよね。なんか。とりあえず、つぎゃく取るか、じゃあ。ちょっと一回枠閉じてつぎゃく取りますね、じゃあ。つぎゃく取ります。